こんにちは、ドクターハマーです。しばらくですね、ビジョンなども提示しまして、ちょっとは分かりやすくなっただろうか、その特に聴衆の方々にとってですね、私がいろいろ考えていることですね、分かりやすくならないかなというような、考えで、ビジョンとかいう形で話をしておるんですけども、まあ、なんて言いましょうか、多分まだまだ分かりにくいんだろうなという感じですね。まあ、これは、なんて言いましょうか、なるべくですね、客観的に自分が考えていること、で、これまでこうプレゼンテーションしてきたことですね、なるべくこう冷静に 分析したところですね。まあ、どうしてももうずっとこの4ヶ月ぐらい続けているんですが、まあ、実際にその結果はこう数字として現れているんですけども、まあ、それがなかったとしてもですね、まあ、なんとなくこう、まあ、そのコンテンツの問題としてですね、伝わりにくいだろうなということがすごく感じられていてですね。で、そこのところですね、まあ、なんて言いましょうか、どういうふうに、こう、違うのかっていうんですかね、私が、なぜわざわざその世界平和とかですね、非暴力とかですね、内心の尊重とかを必要に、まずその表に出して、で、まあ、そこからそのやる活動が、例えばですね、まあ、そういうことであれば、例えばその格差是正っていうのが気になってるんであれば、まあ、なんていうか、NGO でも組織して、ホームレスの人に炊き出しようとかですね、まあ、そういうのだったらすごく分かりやすいんだと思うんですけども、そんなこともせず、なんで YouTube でトークやねんみたいですね、そういう分かりにくさが多分あるんだと思うんですね。で、特にですね、その先ほどの今申し上げました、その困った人、その格差是正、格差っていうものに、とか貧困問題とかですね、そういったものに意識が向いてるんであれば、なんでその直接的な活動しないのって多分思われる方の方が多いんだと思うんですけども。私はその直接的行動っていうのに対して日頃からすっごい違和感を感じているんですよ。で、それは多分その何なのかなって考えていたんですけども、やってる方々に対してではないんですね。どちらかというと、それを、そういう行動があるからこそ、そのやってない人に与える影響っていうのが、なんか逆にですね、そのネガティブな影響の方が大きいんじゃないのかなって、それはすごく皮肉なことなんですけども、結局その活動自体は全く非難されることも全くないと思うんですね。で、ただし、この今のですね、そのこう情報の流れとか見ていると、まあ大体そのやってない人たち、まあ、私も含めてなんですけども、大体その報道とかですね、そういうこうメディアを通して、そういう情報、あ、こういうことしてる人がいるなということを知るわけじゃないですか。で、そうなった時に何が起こるのかっていうとですね、私たちはもちろんその活動してるなっていう人たちのことを知ることはできるんですけども、一体じゃあその人たちが本当にその日常的に支援を受ける側の人たちと、どういうその人間関係を構築しているかとかですね、そういうその炊き出しなら炊き出しができるようにするために、それ以外のそのサポートの組織の人たちと、どういうふうなその関係をですね、その常々構築しているだろうかみたいなことまではですね、そんなに詳しく理解してないと思うんですよ。で、その上で、ただ、偉いことをしてる人がいるなと。立派なことをしている人がいるなっていうことでですね、じゃあ、ということで、割とその、じゃあ、ホームレス対策なら、ホームレス対策はもう、
とりあえずなされてるんだろうなという、そういう認識になってしまうんですよね。ですから私は、まあ、もしくはそのもっとその、興味がある人たちは、自分たちも似たようなその活動をする、ですから違う地域でホームレスの方々に同じようなそのサポートできないかということで、まあ、考えたりする方もいらっしゃると思うんですよね。ただ、それだとまだ私はまあ、マシっていうか望みがあるとは思うんですけども、何て言いましょうか、その例えば今はそのホームレスの方に対する支援の例を出しましたけども、それでまあケース、似たようなケースっていうのがですね、例えば今シリアとかですね、イエメンとかですね、そういうところでかなり戦乱が続いていて、そのおかげで本当に一般の市民の方々がですね、本当に食うにも困って、小さな子供が餓死しかかっているとかですね、実際に餓死しているとかいうようなニュースも入ってくるじゃないですか。で、それを実際にその救援に向かう人っていますよね。で、それはその実際にその救援するために動いている人自体は、何もその私としてはその文句言われる筋合いないと思うんですけども、実際そういうことをしてくれる人がいるっていうだけで、なんかその外野の私たちっていうのは、なんかこう、距離を置いてしまうっていうんですかね、その特にその実際に被害に遭われている人たちとのこう距離っていうんですかね、そういうのがこう空いてしまう。で、それはどういうことかというと、大変だなというような感じですね。ですから、実際その、例えばそのシリアとかですね、イエメンとかですね、そういうその、ある具体的なポイントで、割とその非人道的なですね、ことが起こってますねっていうことをですね、まずは知らないと、何も想像はできないと思うんですけども、私がその、まあ、前回もですね、まあ、前々回ですか、私どもの、送り届けるその情報に触れた場合に、ぜひ想像していただきたいっていうことでですね、まあ、どうしてもその私たちのその情報ネットワークに入ってこないですね、人の命っていうものが絶対すごくたくさん存在してるんですよっていうことを想像してもらえないかという話をしたんですけども、まさにそういうことで、例えばイエメンですごくそのもうガリガリになったその子どもの映像とか写真とかを見ると、まあ、誰だってそのこう心が痛むわけじゃないですか。で、何とかしてほしいなというふうに思う。それはまあもちろんそうなんですけども、で、それで例えば誰かがまあ助けに行ってくれるといいなということで助けてくれると。で、それはそれでそこのローカルのポイントで私は完結する話であって、私たちにできることって、間違ってもそのイエメンの子供を助けに行くってことじゃないと思うんですよね。で、そこのところのなんか想像っていうのは、ですから、イエメンのその痛ましい状況に触れたときに、その、なんていうんですかね、その、それと似たようなっていうんですかね、その、全くこう、もしそういったその報道がされなければ、そのままもう見捨てられて、私たち知らないうちに、死んでしまっちゃってるかもしれないわけですよね。で、それをとりあえず知り得たということはあるんですけども、そういうふうにして表沙汰にならない命ってどれぐらいあるんだろうな、ひょっとしたら自分の周りにもそういうのってあるのかもしれないとかですね、そういうことを想像できないと、あんまりその、例えばそのパッと画面に映ったですね、そのかわいそうな子供、かわいそうだなと思う気持ちはもちろん大事ではあるんですけども、私はかわいそうだなって思っているだけで、結局、なんかどっちかというと、もうそこのところで、コンサンプションですかね、その消費されておしまいっていうようなニュアンスが強くなってしまうのかなと。ですから、本当にそういった痛ましい目に遭っている、その子どもの魂っていうんですね、それを救いたいと思うんであれば、やっぱり、それ以外のですね、もうこういう命がなかった、亡くなってほしいっていうですね、
それやっぱりこう願いまでないと、せっかくその存在を認識してもですね、その情報メディアとか通してですね、情報を認識したとしても、なんかこう、本当に単純に、ああ、かわいそう、それで終わってしまうような気がするんですよ。ですから、その先ほどのその、ホームレス支援の場合も同じようなことがあってですね、こういうことやってますねっていうことを知ったとして、やっぱりこう、やってない人たち、単純にその情報を受け取る側の人たちで考えるべきことっていうのは、まあ、まずはですから、その自分は特にそういう食うもの、寝る場所に困らなくて済んでよかったなっていうところをですね、まずその噛み締めるとかですね、そういうところから入らないとダメだと思うんですけども、で、じゃあ、それ以外のですね、その他にも、そのたくさんのですね、そういう生活を送っている人っていうのが、この世の中には存在するんじゃないのかなと。で、そういう人たちに、実際さ、周りにいなかったとしてもですね、じゃあ、どうやったらそういう、立場に置かれるような人が少なくなるようになるだろうかとかですね、そういうことをやっぱり考えるっていうことの方が、すごく大事で、なんかもうすぐそう、いや、じゃあ、そう思うんだったらすぐ活動しなさい。で、活動しようと思ったらこういうふうな方法がもうあるじゃないですかっていうことで、分かりやすい活動っていうものっていうのが、まあ、分かってるからといって、それをしないと意味がないみたいですね。そういうなんかことで、結局、じゃあ一体そういうそのホームレスとかですね、そう貧困にあえぐ人がなんで出てくるのみたいなことが振り返られないんであれば、なんかあんまりその大して変わらないっていうか、その情報を受けるだけで終わってしまうんじゃないのかなと。で、そういうところに私すごくこう懸念を抱いてるんですよね。で、今お話しした通り、まあ多分多くの人ってそんなこと全然考えてないと思うんですよ。なんでって言ったら、もうその情報を受け取ってかわいそうだなと思ったらかわいそうで、それでいいじゃん。で、もしくは、もし、それだけじゃなくて、活動、本当に心配だったんだったら、心配だっていうんだったら、具体的に活動しなさいよ。で、それでおしまいだと思うんですよ。で、私はそういう、こう、雰囲気っていうか、その考え方っていうのを変えたいと思ってるんですね。だから、まあ、変えるというか、なんて言いましょうか、こう、本当の意味での、その、参画っていう、参加とか参画とかですね。まあ、同じ世界に生きてますよね、みたいなですね。そういう、まあ、本当にそれは理想だけじゃないかって思われる人の方が多いと思うんですけど、私はまず、そういう感じで、その一人一人がですね、本当に自分なりに、こう、エンゲージメントっていうんですかね、自分はこの広い世の中の一部で、こう、存在しておりますみたいですね。そういう、こう、心持ちがないと、まあ、なんか、ね、なんかその本当にパッと見、いや、そういう社会貢献で立派だねみたいなことをしたところでですね、なんかあんまりその本当の意味でこう連帯が増すとかですね、格差の問題がなくなる、少なくなるとかですね、そういうことって起こらないんじゃないのかなと思ってですね、ですからなるべくその根本的なところを考えてほしいなって思うんですが、まあいかんせんその、ね、そんな言われて物事を根本的に分析できるなら、苦労はないわけで、こんな風にはなってないわけなんですから、そこのところ悩んでるんですね。どういう手を使えば、もともとですから、その私は信じてるのはその、人っていうのは基本的にはその魂は善だと思ってるんですね。だからいい方がいいって思ってると、私は信じてるんですけども、ただそういう魂を持ってるかといって、必ずしもその行動が善になるかどうかっていうのは分かんないんですよね。で、ですからそこのところ、いろんなそのやっぱり、その時代時代のですね、ブームとか、その力関係なんかが作用してですね、なかなかその善の魂を持った人がみんな善でいられるかっていうと、まあ、そうもいかないと。ですから、本当であれば、そこのところは、一人一人、もしですね、できるんであれば、こう物事はこう根本的に整理してですね、分析していくしかないと私は思うんですが、まあ、そんなことをですね、言ってできるぐらいなら、まあ、世の中こんなふうにならないわけだから、なんとかその、ちょっとずつでもですね、その、例えばその日々の挨拶とかですね、そのすれ違う人に対するその対応とか、一つでもですね、ふとしたときに、なんかもう、
こう、全然理由もなく、こいつ、バーカとかですね、臭いとかですね、なんかこう、下に見るような、身なりだけでこう下に見てですね、スーッと通り過ぎるとかですね、そんなことすらもですね、なんかちょっと気になっちゃうぐらいのですね、そういう瞬間だって、あっていいんじゃないかってすごく思うんですよ。で、その辺の、そう、こう、細やかさっていうのがなんか、もっと出ないかなっていうことですね。ですから、その大層なことを考えて、その世界平和とかですね、そういうことを考えている一方でですね、実際じゃあそこにつながるっていうのは、本当にその日々のですね、その瞬間瞬間で私たちが取る行動とかですね、パッとこう頭にひらめくその感情っていうか、あとはひらめかずについつい取ってしまう行動とかですね、そういったものと全くその無関係とは私は思えないんですよね。ですから、じゃあどうするって言ったら、例えば挨拶とかですね、そういうこう日々のですね、こう習慣とかいうものに、こう訴えていくっていうのが、何て言いましょうか、こう実効性が高いっていうんですかね、そういうようなことを考えてですね、なんとかそのシンプルな方、これで話していることはすごくこう複雑で、なんか抽象的なことが多いんですけども、できればその私たちのその日々の行動ですね、現れる行動の面でですね、なんとかこうアプローチ、ちょっとだけでもその修正してみようかなみたいなですね、そういうこう気が起きないかなと、そういうことがこう起こせないかなみたいなことを考えているわけです。